そこのペットボトル、もらっていい？お前も喉渇いたろ。ほら、先飲めよ。あんまくっついてると暑いかな。でも、離れたくないし。お前、毎回腕枕嫌がるけど、なんで？ そんな重くないよ。一晩中とかだと、さすがにきついと思うけど、今から帰るまでの間くらいなら。ほら。来週の説明会、お前も行く？短期留学のやつ。希望者はゼミ実習室へって貼ってあったろ。ああ、そういや聞いたことある。英語は場所によって訛りがあるって。でもまあ、一ヶ月の短期留学なら、そんなに気にしなくていいんじゃねえの。いや、あいつとは、留学がどうこうって話はしてない。バイトが忙しくて、時間合わないんだ。あいつ、引っ越ししたいから、資金貯めるって言ってて。同棲したい、とは言われてる。でも、やめよう。今、あいつの話はしたくない。さっき、俺が出したの、なんだ？それって、どんな味？まずくねえの？なんだよそれ。俺の味って言われてもわかんないし。ここ、柔らかい。前よりちょっとでかくなった？少し、しょっぱい。さっきので汗かいたから。